雨降りの峠坂、バスを待つあなたの寂しさに声かけたのは気まぐれじゃなかったわ。ただあなたに嫌われないように、いつか長い髪も切ったのに。電話ボックスで夜が明けるまで一人で散々しのいだ冬の日。
気合いだね。素晴らしい。あの、先月はいろんな愛があったっていう話があってね。これ何番目なの？5番目ぐらい。番号をやめる愛があったり、次の次こっちの愛があったり。で、さっきは何だっけ、有名人と会うエピソード、芸能人と会う、ね、まだ続いてるのかな。僕は30年ぐらい前に北海道で標茶町っていうところで小鹿物語っていう映画を撮影してて、主演は三浦友和で、川谷拓三とかなんかそういう人が、宮崎みどりとか、なんかいろんな人が来てやってたんですけど、その中でエキストラでテレビ局のカメラマンでビデオカメラを抱えてっていうのがところどころ出てました。え、誰が？あ、僕が。エキストラ、俳優じゃん、テレビ、三浦友和がこの辺にいて、三浦友和駅の役に、駅の役なんですよ。僕カメラマンでしたから。すごい近い。共演したんだ、三浦友和と。共演しました。かっこよかった？かっこよかった。顔ちっちゃいしね。本当？優しかった。話したんだ。一言ぐらい。感じ取ったでね。山口百恵よ。山口百恵さんはいませんでしたね。いなかったんで。そうなの。赤いシリーズじゃなかったよ、はい。そんなことが昔々ありました。エピソード大会の。ごめんね。変な話しちゃった。音楽してることのエピソードはないんですよね。田舎なんで、そういう人があんまり来なかったね。鹿とか、牛とか、狐とか。タヌキとか、そうだよね、そういうのはいっぱいあるんだけど、有名人はなかなかいない。かっこよかったよ。あ、鶴もいっぱいいます。鶴？誕生日北の国か、宮崎に行きます。そうなんだ。はい、じゃあ次行ってきます。頃の君の笑顔寄り添う影
日にしようと忙しくて、なんか家で練習する暇も何をしようか考える暇もなくて、ただ気づいたらなんか過去がなくなっちゃっていて、 1K の狭い部屋なんですけど、どこ探しても出てこないんだよね。練習できないもんね。で仕方がないなと思いながら、そう、割り箸とは僕もあり、そうだね、ボールペンとは僕も料理部カポですから、ね、落語にあるんじゃないの、お気が増えてる、いや、鉛筆が輪ゴムで音が響くようになってる、最後だったんですけど、なんとなく練習時間が終われそうでちょっと安心しました。キノトレ白い木、君
Yes.